それじゃどこまでしたかを聞きたかったんですけど、英語からいきたいと思うんですが、まずみんなからちょっと説明を聞きたいというところはありませんか。時よってなんか納得できないとかよくわかりませんみたいな。今どこしてるかをちょっと教えてもらっていい？英語終わった人はどれぐらいいますか？英語終わった人、終わりましたね。じゃあ今してるところの番号を言いますからね。またどこまで終わったかでもいい。どこまで終わったかで手を挙げてくださいよ。1、これはもうとっくに終わっちゃうでしょ。2、3、もうですね。4、ああ、4まで終わった。ですね。5、4、ね、5、6、ちゃん今何番しようと思ったあれ参加しなかった今の話もうすごいな、結構先まで主張ねえと思ったんだけど、あとは全くしてないってことないですよね。ハトちゃんが何番までしようか、みんなで当てましょうか。ハトちゃんはですね、7いってますよ。何番？終わっちゃうとこ、どこまで？何番ですか？第1？ あれでももっと塾で説明したよ。鳩村くん、苦手な科目は？で、あなたの苦手な科目は何ですか？英語。で、英語は手をつけてない。それが続く限りなかなか英語は来ませんよ。はい。ではでは。4まではいけそうですね。じゃあね。15にしますよね。いいですか？ですね。なんか全然難しいところ見つけきらんとですけど、なんか質問ないですかね。なかったら全体的な話をしたいと思います。はい、来た。4の6ですね。あ、はいはいはい、はい、じゃあもうそうやって積極的にね、軸を利用してもらうと助かるんですけど、4の6見てください。いいですか？明日スミス先生を訪ねましょうというわけで、明日スミス先生を訪ねましょう。で、何々しましょうって、これ何々しましょうかになってないから、何々しましょうって2つあるよね。シャルウィーか列なんよね。で、これはその6番でいいんでしょ。いいですか？いいですか？で、何々しましょうってなってるときはシャルウィーじゃなくてレッツで始めてください。しつこいですけど、レッツの短縮形、レッツは何の短縮形ですか？レッドアスです。レッドアス。レッツ、何々しましょう。レッドアス。の短縮形。レッツビジット。訪問しましょう。で、スミス先生を訪ねましょうなんでね。で、これ、明日でも、未来を無理して使わなくていいんですよ。トゥモローがあっても、ウィルを使わなくても大丈夫。ウィルとビーゴイントを使うと、何々するつもりとか何々する予定になってしまって、何々しましょうという意味がなくなるんですよね。出せませんから、レッツビーですよ。レッツビー。で、前も言ったと思うけど、
人が後ろに来たら、これスミス先生の家ということと一緒です。ですね。OK ですか。で、止まろう。Let's leave it, Mr. Smith, tomorrow. ですね。はい、その次ですね。昼食後にこの部屋を掃除しなさい。命令文ですね。昼食後にこの部屋を掃除しなさい。で、命令文で動詞の原型からスタートするんで、掃除するっていう単語は何ですか？クリーン。クリーンだよね。ちゃんと書き寄った？書き寄った？6番が全然違うとこ書いてる。大丈夫かな？目覚めてもなんか戻ってきてないぞこいつ。頑張れ。クリーンですぐこの部屋で、あと昼食後だからアフターランチ。クリーンですぐアフターランチ。3番、ここにあなたの名前を書いてはいけません。何々してはいけません。ドンとですよね。ドントの後ろは動詞の原型です。そしてあなたの名前で、here、ここにですね。write down という言い方もちょっとあります。なんかもうそこに書きつけるみたいな感じで write down という言い方もあります。write your name でいいです。とりあえずいいです。大丈夫。で、要は私たちはどこで野球することができますか。まずどこでだから、where ですよね。で、できますかだから can を使いましょうね。どこでできますか。4番。where で私たちだから、can we play baseball ね。できるという言葉があったら can を使ってくださいね。私たちはどこで野球をすることができますか。 Where どこで can we play することができますか。ベースボール野球をということになります。はい、他ありませんか。それまでなかったですか。大丈夫。この女子チームは4番まで出張ろ。いいですか。質問ない。じゃあ、英語をスルーしまして数学いきます。数学、はい、で、数学はですね、実は3番までは記憶があるんですよね。まあ本当これは結構数学は質問が出てきそうなんで、前に戻ってもいいですし、4番からいきましょうか。比例反比例。じゃあ数学はどこまでしてるかな。1 2 3 4。やっぱり4まで。はいはい。まあ比例反比例はちょっと質問があるかもしれません。はい、質問があったらどうぞ。はいはい。4の4ですね。この漫画の女の子はちょっと気になりますよね。はい、はい、じゃあではいきますよ。弥生さんだと思います。弥生さんは150リットル入る容器 P に一定の割合で水を入れたときに満水になるまでにかかる時間を調べました。下の表は毎分 X リットルの割合で水を入れたときに満水になるまでにかかる時間を Y 分として X と Y の関係を表したものです。ですね。
はい、八重さんの表を見て X と Y の関係について考えました。表から Y が X に反比例することが分かるね。それは X の値が2倍3倍になると Y の値が何倍まあこれ具体的に数字で考えてもいいし、もう反比例という言葉でもうある程度予想できると思うんだけど、平屋が2倍3倍になると Y も2倍3倍でしたね。反比例は逆数倍ですよね。逆数倍、まあそれを確認しましょう。はい、2倍3倍になりましたよ。そしたら150が75だから2分の1倍、逆数倍ですね。はい、これがそこに入る答えになります。3分の1倍。いいですか。はい、ということですね。2分の1倍、3分の1倍ということになります。で、次です。あとは分かりやすいのはこれかけて150だよね、全部ね。いいね。だからそっちで行った方が早くないですかって感じ。ここの20のこの四角に入るのはって言ったら150を20で割ったら早いと思いますよ。 7.5常にかけてね、150になるんだから 7.5 でいいですよってことになります。 OK ですか、大丈夫ですか。はい、 7.5 倍でした。で、 Y を X の式で表しなさい。 Y イコール X 分の150、こうですね。これ反比例だと分かったら、今日もちょっと講座の方でも話をしたんだけど、反比例ってこれだよね。じゃあ比例定数はどこでもいいんだけど、 1×150 でもいいし 2×75 でも一緒だけど、比例定数は150ですよって出るので、はい、 Y イコール X 分の150でいいよね。 OK ですか。で、八重さんの考えに当てはまる数は2分の1倍、3分の1倍。Y を X の式で表しなさい。Y イコール X 分の150。はい、4番です。八重さんは容器 P に水を入れ始めてから10分間で満水になるには、毎分何リットルの割合で水を入れるというか考えています。さあ、いきますよ。1分間に水を入れる割合と満水になるまでにかかる時間の表を用いて求める方法と、1分間に水を入れる割合と満水になるまでにかかる時間の関係を表す式を用いて求める方法があるねと言ってます。あ、ちょっと待ってください。もしもし。はい、お疲れ様です。はい、あ、はいはいはい、はい、あ、そうですか。あ、はいはい、あ、大丈夫ですよ。はいはいはい、わかりました。最初のためにこれを使っていただいて、この部分に入れてください。はい、はい、お考えの状態です。はい、それでは、はい、はい、わかりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ご連絡ありがとうございました。はい、こういう問題最近増えたよね。中間期末でも増えたね。なんかこういうのね。やっぱりゆとりが終わってからですよね。1番、1分間に水を入れる割合と満水になるまでかかる時間の表を用いて求める方法ですね。はい。
水を入れる割合と慢性になるまでにかかる時間、関係を表す式表ですね。なるほど。で10分間だよね。どういうふうにいこうか。時間とどうしたらいい、これ入れる割合と慢性になる時間やろ。だから入れる割合とかかる時間を、かけたら一定の数150になるので、ではどうでしょう。1分間に水を入れる割合と慢性になるまでにかかる時間だよね。これだから純粋にさ、1分間の一番最初の1分間の150というのを、使わなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。どう思いますか。皆さん意見ありませんか。でも1分間に水を入れる割合って書いてあっけね。でも表を用いて、やっぱり表を用いてを大事にしようかな。だから、水を入れる割合とかかる時間の積が150なので、ですね。という、そういうふうにこう、時間と入れる割合をかけたら常に150で等しいから、それを利用するというふうに考えましょう。150なので、10分間で入れる割合がね、入れる割合は150を10で割ればよいとかね。とにかく掛け算して150になるので、まあ、10×割が150でもいいけど、150を10で割ればまとまるよということでいいと思います。もしもうちょっと式にしたかったら、10×y イコール150より y はっていうのを付け足してもいい。これが表を使ったということでしょう。じゃあ式は、反比例の一つ目ね。反比例の式で考えると、式を作るとにしましょう。 y イコール x 分の150となる。この式に x イコール10を代入する。代入して求めるようにしておきますか。なんか式を用いて使えちゃうけどね。まずこの式を作って、この式を作って、その式の x に10を代入すればいいでしょうということになります。ここはちょっと本当模範解答を見てみたいとこやね。どういうふうに説明がしてるかなと思うんですけど、僕はここまでで4番関係はまあ多分引っかかるとこだと思うんですけど、4番の最初の辺とか大丈夫でしたか。いいですか。4番の初めのところいい。あ、はい。四角3番の。はい。四角3番は、どっち ?1、2。どっちとも、はい、じゃあ、これ、早い方法をしますね。四角3番。
比例のグラフと反比例のグラフの式の求め方ですね。はい、じゃあいきますよ。4の大きい4の四角3の。比例の時はですね、こういうグラフの見つけ方なんですけど、自分はみんなが少しでも分かりやすいように、まあ、X の増加率と Y の増加率ってね、あの時は一次関数で習うんだけど、横分の縦 X で式見つかるんですよ。この式っていうのは、Y イコール横分の縦 X。これ分からない人より言葉をこう、柔らかくしたんだけど、横って X の増加量なんで、縦って Y の増加量なんで、X の増加量の Y の増加量。で、全くさっぱり何をか分からんっていうときは、きれいに角通ってるところを探します。4位って5上がってないかな ?4、5っていうところ通ってないですか？横に4位って、縦に5上がったところをきれいに通ってない？そんな感じがしますが。マスを読んだら。どうですか？一番4のところ通ってません。通ってるっていうことが分かったら、横に4、縦に5なので、Y イコール横分の縦 X。それで終わりです。じゃあ2番の方って下に行ってるけど、どうしたらいいってことなんだけど、これも同じで、ちょっとこれ別に書こう。これもこう同じで、はい、横に例えば、1、3かな、これ。ちょっとこの図が悪いけど、1って3下がってない？だから結局同じ y イコール横分の縦 x 書き換えたら y イコールマイナス2です。どうですか？メモリー読めました？1って3下がっちゃうでしょ？大丈夫ですか？この比例の式はとっても簡単なんですよ。比例の式はとっても簡単で、y イコール横分の縦 x で出ます。じゃあ反比例もめっちゃ簡単です。反比例はもっと簡単です。消していいですか？理解できた？質問した人。質問した人が理解できたらいいんだね。はい、じゃあその次です。2番。反比例のグラフはもっと簡単なんですよ。2番しか 3番ですよ。はい、こうあるでしょ？どっか角通っちゃうとこちょっと一つ言ってもらっていい？ 2、3 とかどこでもいいけど。どうぞ。はい、質問してください。さあちゃん、どうぞ。角を通ってるとこ一箇所どこでもいいから探してもらっていいですか？で、その座標を読んでください。はい。2。だよね。2、3よね。じゃあみんなもちょっとここを強調してもらっていいですか？ 2、3。で、これ反比例よね。反比例って比例定数って x と y かけたらよかったでしょ？ a イコール x でしょ？だからもう本当にこれね、もう本当簡単なんですよ。これもかけた瞬間に比例定数なんですよ。だから、y イコール x 分の6。これで終わりなんです。掛け算さえすれば終わりなんです。ですね。今日しっかり教えておきます。もう二度と忘れないようにしておいてください。いいですか？掛けたら終わりなんです。じゃあ、こっちも行きましょう。はい、こっち側、どこがいいですか？どうぞ、どこいいですか？さわちゃん、どうぞ。4番。用意、風邪用ない？はい。どこですか？
あ、違う違う。座標を読むだけよ。これも直線がないとき。直線が横分の縦、x の属でもない属でもないけど、これはただメモリを読むだけ。これに何かありそうなんやけど、一つ。そう、メモリを読んでください。さっきと違うんですよ。もう一回言いますよ。さっきは横に何歩行って上に何歩上がったとかね。横に何歩行って下に何歩下がったってメモリを読んだんだけど、今回は座標を読んでるんです。もう2、3とか、2って3上がったとかじゃないんです。単純に2と3なんです。はい、じゃあどうぞ。3と4。違うよ、こうマイナスじゃない？こっちよ。マイナス3と4かな。そうそう、マイナスがなかったら符号間違うけどね。こうね、こうね。で、これをかけるだけでいいんですよ。これをかけたら比例定数なんですよ。かけたら比例定数。はい、マイナス12になります。だから、y イコール、一回こういうふうになるんだけど、マイナスを横に書いて、こういうふうになりますよ、ということです。いいですね。いいですか？大丈夫ですか？理解できた？式の作り方。もう一回ね、この双曲線の時は座標のメモリを今みたいにして、ただマイナスは気をつけてね、マイナスは注意して、2と3とかマイナス3と4とか読んだらただかけるだけです。かけたら比例定数がもう出たんですよ。だから x の上にポンって数字を置いて、でこれで式は終わりですって。はい、はい、じゃあ他ないですか？いいですか？はいはい。飛んでもいいですか？あ、飛んでもいいですよ。12、いや、いいですよ。で、たぶんね、ここで俺は断ったらね、寝れんばいかんですよね。はい。ああ、せっかく来たかったのに。じゃあ皆さん、ちょっと一緒に付き合ってください、12。はい、どうぞ。四角二のカッコ三。はいはいはい。やり方は分かるけど答えが思い当たっちゃうことやろと。あのマイナス9x イコールっちやつですか？それでいいね。はいはい。うん。いやいや、自分の他が質問になってないってことは、多分基本やり方は分かってると思うんですよ。じゃあ皆さんもちょっと取りますよ。は、ね。12番。12番の2の3ですか。2の3でいいかね。で、マイナス 9x イコール 4y プラス x です。ですね。で、4カッコ 3x プラス y。5カッコ x プラス1プラス y マイナス。まず1個ずつやりましょうね。まあ、これやったらね、こいつをこっち側に移行する。まあ、あのこっち移行して、またこれもこっち移行して、符号を変えてもいいけど、マイナスケースをこっち移行したら、ですね、10x プラス 4y イコール0なんですね。こっち移行した時点で、ここがなくなったら0ですよ。で、これ2で割っときます。割れたら割っときます。はい、これでこれを1番にします。で、こう分配して、はい、みんなも分配してまとめてください。もうその計算の土地を移す必要ないんで、自分も資産12と言って、分配法則使って、で、x の項と y の項をまとめましょう。
もうこの時来たらいいんじゃない、そういうことにする。そうやね、どっちも変わらんけど Y 揃えましょうか。あんま変わらんけどね、3倍して 15X、 2倍して、おー、割り簡単に X 出るよね。あ、2倍した、2倍して、なんだこれ2倍してない、下2倍したよね、はい、でいいんじゃないですか。で、これが出たらこの何倍かする前のこっちの式に代入して X が40なので20プラス 2Y が0なので、じゃあ 2Y はマイナス20で Y はマイナス10でいいんじゃないですかね。はい、他ないですか、大丈夫ですか。あ、はいはい、どうぞ。11の四角三段の角です。英語と違うよね。11の四角三の角一番です、第二方やね、これ、うん、はいはい、11の四角三の角一、これを分かってもらうためにいろいろ説明の仕方を考えてるんですけど、 X イコール最初のところが登場するんですけどね、マイナス 2Y とね、で、3X マイナス Y イコール14と、で、X とこいつが同じなので X のところにこれを代入するんだけど、代入するときにマイナスをつけて代入する。で、実はね、実はね、 Y がついてなかったら多分質問にならんちゃう。 X イコールマイナス2やったらどうですか、ここにちゃんとマイナスに代入する、数字やったら多分スッとできると思う。ただ Y が横についただけだから基本は同じだと思うよ。これをこのままこうするんです。マイナスは特にカッコをつけて代入してくださいということです。ですね。1を2に代入でいいですよ。ね、ちゃんと割り切れるように作ってくれてるみたいだから。で、これが出たらですね、これが出たらもうここ、X 座って書いてあるけど、当然、こいつは絶対ここに代入したらいいですよ。もちろん下に代入しても同じ答えになるっちゃなるんだけど、せっかく X イコール値になっちゃっちゃき、もうここ代入して計算したらすぐ X が出るんでね。マイナス2かけマイナスで X は4ですよってことになります。ですか？大丈夫ですか？はい、他ないですか？では社会行きましょう。社会、いや社会やな、社会俺やな、理科行きましょうって言おうと思ったら、ここに上に社会があったけど社会になってしまいました、すいません。さあ理科どうぞ。理科少ないね、なんか。あの後半が生物関係だよね。質問ないですか。じゃあ理科もアンケート取ります。終わってるとこまでですね。理科出しちゃうね、また数学にこだわっちゃうね、やっぱり。あ、理科、おお、すごい。
なんかカードを扱いよった気もなんかなと思います。じゃあ行きます。すみません。理科、1、終わってる人。2、あれ、1で止まった。いや、やってる。あ、やってる。2、3、おぉ、3まで終わった。4、5、やってない人。ギョイーギョギョギョ。ビツクリやな、これは。理科かわいそうやな。かなり仕方されたな。はい、あ。じゃあ、ちょっと、解いてください。なんか他のシュートいいですね。なんなら、講座のやつの飛ばしたところとか、やっても大丈夫です。はい。どうぞどうぞ。もう回答回線がついてるんで。はい。自分より全部やりこなしてもいいです。じゃあ、ですね。はい。はいはい。ニューバチ。はい。ですね、まあ、こうあるでしょ。確かにこうだよね。棒のこうだよね。で、こいつは8です。8っていう感じを書きたかったし、そうです。あの辺に元という感じ。まあ、急いでやりましょう。とにかくもうさっさと手をつけて、さっさと片付けて、自由なみになって、自分の好きな勉強をするんです。というか、弱いところを勉強します。
休み時間は？
最初15分だったけど、基礎だけなので、
数社が基礎報酬なので1万7000円と出せるんです。で、通常事業は正式に入場されるときに出てることにして、1万5500円が入る。もうあんま変わらないね。一応変えちゃったんだけど、計算したら変わらないので、市場事業の方を計算したらとても変わらないので、こういうのを変わらないので、まだ計算とは相当問題ない。だからいつも消しちゃったりします。ちょっとコメントをちょっと書いてもらって、はい。金額は、だから2万5千円、2万5千円です。2万5千円。
全然自分の手が回ってない。終わりましたか。じゃあ質問を受け付けます。なんか調べたりいろいろしようと人が言ったと思いますけど、この質問を受け付けて皆さん休憩しますからね。ですね。はい、じゃあ行きます。物質の分解のとこですが、質問があったらどうか。ちょっと理科はもうちょっと巻き入れないかもね。もうちょっとせないからね。はい、どこでもいいですよ、皆さん。遠慮なく。お前、英語に関してそういう言葉を聞かせてくれ。ね。はい。ないですか？はい。四角？四角 4？2 の四角ってあるじゃん。あ、大きいこれの2番ね。原子分子の、あ、いいっすよ、いいっすよ。はい、原子分子の5の、丸3。はい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 。じゃあ皆さん、大きい2番の原子分子を分けてください。ですね。で、それの5の丸3ですね。式の左側と右側で原子の種類と個数が等しくなるようにする。左側の酸化銀を何個追加し、右側の銀原子を何個追加すると、左側と右側の原子の種類の個数が等しくなる。あ、これ俺もうこういうことせんけんね。これに合わせるのとっても難しいんですけど。モデルがあるね。左側の酸化銀を、あ、これ上にあるんやろ？なるほど。上から下に行くのに、よし、頑張ろう、頑張ろう。理科の2の5の3ですね。理科の2です。で、5の3ですが、その前にこれがあるったよね。これがあるわけよ。で、酸化銀が AG2O。こいつが AG で、AG2O。こいつが AG ね。こいつが O ね。で、それに AG を加えました。1で書いたそれぞれの酸化銀が分解されて、酸化銀が分解されて、銀と酸素が出てきますよ。ですね。酸素が出てきますよ、O2 か。銀は、あれやもんね。単原子分子なんで AG なんやね、普通ね。はい。で、これ AG2O なんで、で、今からこれを揃えましょうってことでしょ。数を揃えましょうってことで、左側の酸化銀を1個、モデル図見たら1個追加してますよね。このモデル図がヒントになってると思うんだけど、酸化銀が2個になってるでしょ。要するに、このモデル図からこいつになるときに、増えたとこマーカーで塗ってもらっていいですか。これもともとあったやつない。で、こいつが増えとるわけ。これマーカーで塗ってもらって。ということは、酸化銀を1個追加したってことだよね。酸化銀を1個追加した。で、これが白が4つになっとうけん、白上1つしかないのに、はい。これだけ増えちゃうでしょ。上と下を比較するわけ。上のモデル図と下のモデル図を比較して、増えたところをこう、ですね。たら、銀が3つ増えたってことになります。もちろん、この図は変わりません。この図は変わりません。いいですか。大丈夫ですか。
ですか。だから1と3やね。三角形を1個で銀を3個増やしたということになります。図があるけんよかったね。うん、そうしかないでしょう、これはね。はい、一番下の炭酸水素ナトリウムの分解は書けましたか、ちゃんと。2NaHCO3 は書けましたか。大丈夫ですか。いいですね。はい、じゃあ、一応ここで一旦休憩をしたいと思います。はい、じゃあ終わります。はい、明日。Just stop.